好きなキャラクターを歌わせる AI 技術について解説していくのだ。いきなりどうしたの？前回の動画で気になる方が結構いたので紹介しようと思ったのだ。今回紹介するツールはソービッツ SVC なのだ。あら、最近話題の RVC ではなくて？正直どっちを使ってもいいとは思うけど、RVC に関する動画はもういっぱいあるのだ。SVC は学習時間が長くてリアタイ性能が低いものの、かなり忠実に声を再現してくれるので歌には適していると思うのだ。まずはデータを集める必要があるのだ。自然に聞こえるモデルを作るために喋る音声と歌う音声両方を集めた方がいいのだ。喋り声と歌声の素材ってどこか違うの？素材はできれば BGM やノイズが入ってなくて、歌ではハモリがなく単音の素材が好ましいのだ。その観点から見ると喋り声はとても集めやすいのだ。でも喋り声だけだとロングトーンや裏声、普段歌でしか入ってないような音を取るのが難しいのだ。歌の素材を使う際、原曲からボーカルを抜く必要があるのだ。可能なの？そんなこと。こちらのアルティメットボーカルリムーバーを使えば可能なのだ。ちなみに無料なのな。素材として使う曲はできれば元からボーカルが綺麗に聞こえるものがいいのだ。コンプレッションやエフェクトが多めにかかってるとうまく抜けない可能性が高いのだ。インプットは元の曲にして、アウトプットは出力先のフォルダーにするのだ。出力ファイルの種類はウェーブ、そしてモデル選び。最初はモデルがあまり入ってないけど、ここのオプションからモデルをダウンロードすることができるのだ。おすすめのモデルは MDXNET の UVR-MDXNET メインなのだ。ボーカルオンリーと GPU コンバージョンもつけて他の設定はそのままにして出力。これでボーカル以外の音を取り除いたってこと？その通りなのだ。でもこの工程をもう一度する必要があるのだ。そうなの？リバーブが残ってるからそれも取り除いておきたいのだ。インプットは先ほど出力されたファイルを選択して、今回使うモデルは VR アーキテクチャーの UVR-DAコーノーマル。他の設定を先ほどと同じにして出力。これで完成なのだ。ここで補足なんだけど、これだけだとハモリは残るのだ。モデル選択からカラオケがつくモデルで一応分裂できるけど、試したところあまり綺麗に分けられなかったのだ。素材として使うならハモリが入ってないところだけ使った方がいいと思うのだ。そしてうまくいかない場合は他の設定、なんなら他の曲で試してみるとより良い素材が取れるかもしれないのだ。ちなみに素材はどれくらい必要かしら？最低10分間は欲しいけど、基本的に多ければ多いほどいいのだ。素材を集めたらそれを5から10秒間くらいの個別のファイルに分ける必要があるのだ。ちょっとめんどくさそうですわね。一応そういうのを自動的にできるプログラムもあるらしいけど、僕は手動でやってるのだ。リーパーでのやり方を軽く紹介すると、沈黙のところを切って新しいトラックに移動して全トラックを一気に出力する、それだけなのだ。学習自体は実は結構簡単なのだ。そうなの？Google コラボのノートブックを使えば Python の知識が全くなくてもできるのだ。まずは Google ドライブを開くのだ。 Google アカウントがあればアクセスできるはず。 My ドライブに SOBITSSVCFORK というフォルダーを作って、その中にデータセットというフォルダーを作って、またその中にキャラクターの名前のつくフォルダーを作るのだ。今回はズンダモンの AI モデルを作るのね。このフォルダーに先ほどの音声データを入れたら準備完了。GitHub ページから Google コラボのノートブックを開くのだ。上にあるコピートゥードライブを押すと、このノートブックを個人の Google ドライブへコピーしてくれるのだ。そして新しいタブに開かれるのだ。右上のコネクトを押して Google 側の GPU につなげるのだ。GPU につなげる？どういうこと？学習させるために性能の高い GPU が必要だけど、自身のパソコンがスペック不足の時、Google コラボではサーバー側の GPU を借りて使うことができるのだ。無料で使う場合、時間制限があるから1回の利用でモデルを仕上げるのは難しいかもしれないのだ。でもこの工程を何回繰り返せばなんとかなるのだ。繋がったらとりあえず一通り各箇所の左側にある再生ボタンを順番にクリックするのだ。データセットネームのところを先ほど作ってたキャラ名のフォルダーと同じ名前を入力するのだ。ここのつくよみちゃんのところは飛ばしても大丈夫なのだ。このまま進んでトレインのところを起動すれば、あとはプログラムに任せて待機するだけなのだ。ね、簡単でしょ？確かに思ってたより簡単だったわ。でもこれ、どれくらい放置すればいいのかしら？モデルによるけど、まずは6時間くらい学習させて、モデルを試して、もし発音がおかしい、本人に似てない、機械っぽいなど欠点があればこの工程を繰り返して満足するまで学習させればいいと思うのだ。モデルの確認や使用には GUI が必要なのだ。
GitHub に載ってる WAT ファイルからインストールできるのだ。ちょっとかかりそうですわね。その間、変換する歌を用意しよう。一番簡単な方法としては、UVR で原曲のボーカルを抜いてそのまま変換。ただ、完璧に抜き取れないと発音がおかしくなるのだ。原曲でうまく作れない場合、自分で歌う、もしくはボーカルシンセサイザーを使えばいいのだ。シンス V で細かい調整をしなくてもかなり自然な歌を作れるので初心者には優しいのだ。自分で歌う場合は歌唱力が反映されるのでできるだけ発音よく歌った方がいいのだ。なお投稿主みたいな下手くそな場合、変換する前に必ずメロダインやボーカルシフターに通して音程とリズムを修正すること。GUI もインストールできたので歌を変換する前に少し設定を見ていくのだ。まだあるのね。Google ドライブの方でソービッツ SVC フォーク、ログス 44K の中に AI モデルが入ってるのだ。コンフィグファイルと最新のモデルをダウンロードして、GUI のモデルパスとコンフィグパスをそれぞれ選択するのだ。スピーカーは自動的にキャラクターの名前になってるはず。サイレンススレッシュホールドの数値以下の音量を沈黙と認識するので、変換後の音声が途切れたりしたらここの数値を下げると良くなるかもしれないのだ。ピッチで変換後の音程をどれだけ上げ下げしたいかを設定する。12で1オクターブ分なので男性が自ら歌って女性の声に変換したい場合、12だとやりやすいのだ。オートプレディクト F0 はつけない。つけたら音程がブレるのだ。F0 プレディクションメソッドは変換方法みたいなもの。選択肢はいろいろあるけど試したところ、クレープとパーセルマウスでいい感じになるのだ。感覚としては、クレープだとキャラクターの特徴がよく出てて、パーセルマウスだと元の音声の発音により忠実なのだ。キャラクターの再現度を優先してる方はクレープにすればいいってことかしら？クレープはパーセルマウスより発音のブレが多い気がするから、両方で出力して、クレープの音源がずれてるところをパーセルマウスの方で補ったらいいと思うのだ。インプットオーディオパスで変換したい音源を選択して、アウトプットオーディオパスで出力先のフォルダーにするのだ。オートプレイがつけてると変換が終わったらすぐ再生するので、長い音源だとここを外した方がいいかもしれないのだ。それ以外の設定はそのままにして、インファーをクリックしたら音源が変換されるのだ。このままカラオケ音源に合わせるだけでもいいけど、少しミックスした方が聞きやすくなるのだ。まずはハモリを作る。ハモリが同じ歌詞なら元の歌の音程をずらしてもう一度変換すればいいだけなのだ。音源をダウンに入れて、イコライザー、コンプレッション、リバーブを適当につけて、完成なのだ。それでは聴いてください。ツンダモンで、気まぐれロマンティック。